こんにちは、日本酒 TV のフルボーです。今回の動画ではソムリエの私がおすすめする3つの日本酒を紹介したいと思います。すべて4号瓶 720ml 1本2000円以下の中から選びましたので、お買い求めしやすいものかと思います。各商品のお値段だったり、私が購入したお店は概要欄に貼っておきますので、ぜひご参考にいただければと思います。それでは早速日本酒の紹介をしていきます。まず1本目の日本酒は鴨志美徳平寺のル・カーという商品になります。使用しているお米は山田錦、精米具合は 55%、 特定名称は純米吟醸、蔵元は愛知県にある安城醸造になります。鴨志美徳平寺といえば、フランスにあるミシュラン三つ星レストランに採用されている日本酒として、フレンチのトップクラスの人たちに認められている日本酒になります。今回紹介するこのル・カーという商品は、九平寺の中でも特にお料理に合わせやすい商品だと思い、今回セレクトいたしました。海外の方だと少しワインのようなテイストで飲みやすいかもしれません。この商品の特徴としましては、香りは爽やかな青リンゴのような香りがいたします。味わいは、口に含んだ瞬間は穏やかなお米のニュアンスと軽やかな青リンゴのニュアンスをバランスよく感じることができて、甲中からアフタークレーバーに関しては酸が全体を占めてくれるので、後味はとてもすっきりとしています。日本酒単体で飲んでも飲み飽きしませんし、お料理とも合わせることができます。飲用温度としては冷やして飲むのがおすすめです。合わせるお料理としましては、淡白なお料理よりもスパイスの効いたお肉など少し味の濃いものでも合わせることができると思います。2本目にご紹介するのはザクの奏の友という商品になります。使用しているお米はラベルへの表記はありませんので、固定のお米ではないのかもしれません。精米具合は 50%、 特定名称は純米吟醸、蔵元は三重県にある清水清三郎商店になります。ザクは2016年に三重県で開催された G7 伊勢志摩サミット2016の1日目のお昼ご飯の乾杯のお酒として起用されて以来、とても有名な日本酒になりました。今回ご紹介するこのザク奏の友の特徴としましては、香りは穏やかで爽やかなメロンのような香りを感じることができます。味わいは、口に含んだ瞬間はお米の甘みと爽やかなメロンのような味をバランスよく感じられ、後味はとてもすっきりとしています。日本酒単体で飲んでも飲み飽きしませんし、お料理とも合わせることができる日本酒です。飲用温度は冷やして飲むのをおすすめします。合わせるお料理としては、淡白なお料理よりは唐揚げや天ぷらにちょっとお塩をまぶして合わせて飲みたい日本酒になります。最後にご紹介する3本目の日本酒はシャラクという日本酒になります。使用しているお米はラベルへの表示はありません。精米部位は 60%、 特定名称は純米酒、蔵元は福島県の宮泉名城になります。シャラクは福島県を代表する日本酒の銘柄で、ブリュッセル国際コンクールの日本酒部門の中の純米酒部門で最高賞に輝いた日本酒としても知られています。今回ご紹介するこのシャラク純米酒の特徴は、これまでの日本とは大きくタイプが異なります。香りは炊きたてのお米やつきたてのお餅のような、原料であるお米由来の香りを強く感じることができます。味わいは、濃厚でふくよかなお米の甘みやうまみが口内に広がります。後味も長くお米のニュアンスを感じることができます。この商品は日本酒単体で飲むよりも、やはりお料理と合わせて飲みたい日本酒になります。合わせるお料理としましては、和食全般合うと思うんですけども、特に出汁の効いた玉こんにゃく、芋煮だったり肉じゃが、それからすき焼きなんかもとてもよく合うと思います。飲用の温度は冷やして飲むのもとても美味しいんですけれども、常温でも美味しく飲めると思います。特に温かいお料理と一緒に飲むときには、温度を常温ぐらいにして飲むのも美味しいと思います。はい、今回は私がおすすめする日本酒3本をご紹介させていただきました。
ぜひ飲食店や酒屋さんで見かけた際には飲んでみていただければと思います。はい、今回の動画は以上となります。今回の動画が参考になったり面白かったという方はぜひチャンネル登録と高評価の方お願いいたします。ありがとうございました。